さんいるかな。おう、ごはんさん、いらっしゃい。ママに用事。そうなんだ。ブルマさんいるかな。うん、いるよ。入って入って。するんだ、今度の天下一武道会。なんで？実はクラスメートにミスターサタンの娘さんがいまして。ミスターサタン？ミスターサタンってセルと戦った時ちょろちょろと邪魔してたやつでしょ。格闘技世界チャンピオンのその娘がクラスメートなんだ。え、でも結構いい子なんですよ。僕と一緒で悪いやつは放っておけないタイプで。でもその子に僕の変身がバレちゃったんです、恋とかで。で、一緒に天下一武道会に出場しないと正体をバラすって言われて。ドジね。そういうとこしっかりしてるようでもお父さんの血を受け継いでんのね。で、何？声も変えられるようにヘルメットを改造してほしいわけ？いえ、そうじゃなくて、天下一武道会ではヘルメットとかプロテクターなどの装備はつけてちゃダメらしいんですよ。だからこのヘルメットの代わりになるものが何かないかなと思いまして。ふんふん。要するにダメージをうんと減らしちゃうようなものをつけてちゃダメってことね。のってことないじゃない。ごはんくんだってバレなきゃいいんでしょ。お、なるほど。こんな簡単なことでよかったんだ。どう、トランクスくん、かっこいいだろう。ノーコメント。でもさ、どんなに手を抜いてもぶっちぎりで優勝するのが分かってちゃつまんないわよね。そいつはどうかな。そのなんとかって大会、貴様が出るなら俺も出る。え？あの時は大きな力の差があった。だが今はどうかな。貴様が平和に浮かれている間も俺はトレーニングを続けていた。あ、そう、全全然働かないのよこの人。あんたのお父さんと一緒、サイヤ人って働かないのかしら。すごいや、お父さんとご飯さんが戦うの。俺も出るぞ。お父さん、お父さんの声だ。お父さん、そうでしょ。カカロット、そうだ、久しぶりだな。みんな、今あの世から海王様として話してんだけど、ちゃんと聞こえてるみてえだな。お元気でしたか、お父さん。お、あ、まあ元気といや元気だったかな。死んでるけど。本当に本当に天下一武道会に来られるんですか。うん、占いババに頼んでたった一日だけ戻れる日はその日にする。ご飯もベジータも出るんだろう。ほらも出るさ。やったー。誰？バターイ。楽しみにしているぞ。覚悟しておけ。俺は随分腕を上げた。ほらもだベジータ。じゃあなみんな、天下一武道会で会おうぜ。よかったわねご飯くん。早くお母さんやゴテンくんやクリリンくんたちに伝えてあげなきゃ。はい。いいぞ、面白くなってきた。そうだ、ベジータさんも正体がバレないようにこういうコスチュームを着なければ。着るか、俺は別にバレても構わん。じゃあ僕みんなに教えてきます。
やあ、こんにちは。ねえ、大したことなさそうだな。あっ、さあ勝負だ。あありゃありゃよっ、はやくうわおりゃ、はやくはやくはやくじゃなかったな。ちょっと。ありがとう。いえ。はーい。ねえ。はーい。ねえ。え。ねえ。
どうなの？へえ。イエス。え、まあ。ねえ。やれやれね。よ、はあ、イエス。頑張って。よし、行ってみようか。うん、順調順調、どんなもんです。気を緩めないようにしないと。気を緩めないようにしないと。気を緩めないようにしないと。自然ってすごいなぁ。気を緩めないようにしないと。気を緩めないようにしないと。よし、いい感じだな。ねえ、え？ねえ、何？あの、まあ、いいぜ。え？いいわよ。一発も撃たせやしないぜ。
ねえ。いえ。ちょっと。その。何なのよ。はい。はあ、ねえ。え？どうなの？え？うん。違うわ。何なのよ。